ととでともにカムトゥギャザーこの方はもう四年ぶりにねこの番組レギュラー復帰ですリポーターは坪内美希さんですよろしくお願いしますはいお久しぶりですよろしくお願いいたします四年ぶり本当嬉しいですね <laughs>、はい、さてこのともにカムトゥギャザー第一回はどこに取材に行ってこられましたかはい外国人の技能実習生の方々が日本で働くときにサポートをされるまあ、団体というのが必要になるわけですが、うん、今回はともにグループ 共同組合共栄代表理事の宮永五一さんにお話を伺ってきました。インタビューお聞きください。まずはですね、あのまあどんなお仕事をなさっているのかなってその業務内容と言いますか、そこをちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、お願いいたします。我々の共同組合共栄の、えー、お仕事というのは、まあ外国から来た、えー、技能実習生を、えー、まあ一定期間サポートしていくっていうのが。 主ななお仕事になってきます、まあ、例えばですね、えー、実習生自身が何か困ったこととかあった時とかあとは、えー、いろいろと問題を抱えてしまった要は心がちょっと寂しくなったとかそういった時に我々のスタッフと、えー、実習生そして、えー、企業さんとつながしていただいてで実習生の,あの心の悩みやあとはいろいろな、えー、問題抱えてるいる、えー 寂しさとかをまあ解消していくっていうのが仕事になっております。それで三年間無事に帰国をさせるっていうのが我々の使命と思っております。あのいろんな技能を身につけるのもねもちろん大切なことだと思いますけど、やっぱりそのメンタル的に頑張ってその続けていけるようにサポートするってこれがないとなかなかあの三年間のお仕事ってね難しいと思うんですよね。 でもそうやって結構深く関わっていらっしゃると、まあ、彼らのこう良さというか面白いなっていうところもいろいろ見てらっしゃると思うんですねちょっと何かそういうエピソードも聞かかせていただけますかやはり屈託のない笑顔とあともうんだめとかっていうのがもう何でしょうねあの、まあ、古き良き時代の、うん、形とかもすごくやはりあの、まあ、先輩よとか。 そういった方たちを重んじる心っていうのが私にとってはあすごく、あのー、しっかりとした形で育ってきてるんだなっていうのも感じたりはします。はい。もうさすにいろんなコミュニケーションをとってらっしゃるねあのご様子伺いましたけれども。 そうなるとあの彼らを送り出す時にはちょっといろんなね思いも終わりだと思うんですね頑張れよって思いとちょっとこうそばにいたのが離れていく寂しさとどんな言葉をかけて送り出されるんでしょうかまあ最後に、はいえー、送り出す時にかけ,るかけさせていただく言葉としては「3年後笑顔で母国に帰りましょう」っていうのがあの我々の、えー、言葉とさせていただいてます。 日本で働く外国の方も増えてきましたしでもダイバーシティが進んでいるかなというとどうなのかなと思うところもあるんですよね。宮永さんかからメッセージをいただけますすそうですねやはりあの海外の方がたくさん日本に来ている中でまだまだあの日本でも受け入れられてないというところもありますのでその一歩としてはあの皆さんよく行く、えー、コンビニのところで、えー、留学生の方がたくさん お仕事をされてますのでその方に、あのー、少しお声かけすることによってその声をかけられた人も笑顔になりますしその方もあの気さくにお話ししていただけますんでそれがこれから、えー、グローバル化に進む、うん、日本で受け入れる第一歩になればと思いますんでぜひともお声かけの方よろしくお願いいたします。 もう親子行と言いますかね、もう温かい思いが、すごく宮永さんから伝わってくるんですね。うん、もう本当になんかジーンとする思いもたくさんありましたし。うん、そしてね、バンディさん、私本当に気づいたんですけれども。はい、あの外国から日本を選んで、働きに来てくれて、ありがとうってね。もっとちゃんとなんか表現しようって思ったんですね。うん、選んでくれてるんですもんね。そうなんです。いろんな国があるのに、日本に来てくれてありがとうっていう思いを。もう本当にあのコンビニに行った時に笑顔で。 声をかけるだけでもっとおっしゃった言葉がすごくこう響きましてね、うん、私たちできることたくさんあるなっていうのがすごく今回感じたことなんです、うん、はいということでね共栄の宮永さんの熱い思い受け取りましたよ坪内美希さんどうもありがとうございましたありがとうございました多様で共生できる豊かな社会を目指してワンワールド世界は一つシリーズともに,共にカムトギャザー